百人一九十九ごとばいんの歌です。人もおし、人も恨めし、あじきなく、よう思うゆえに、もの思うみは。歴史的かな遣いです。人も、お、し。それから三組を見ましょう。あじきなく。さらに、よう思う。 ゆえにもの思うみは後鳥羽院は歴代の皇室歌人の中で最も傑出した歌人だと言われています「百人一首九十六入道先の太政大臣」の歌のところで承久の乱について少しお話ししました承久、えー、の乱で鎌倉方に敗れた後 ごとインは沖に流されまして、そのまま二度と京に帰ることはありませんでした。この歌は、植五線和歌集に収められています。言葉書には、大知らず、この歌が読まれた詳しい戦いは分かっていないとあるんですが、この歌が読まれたのは、上級の乱のほぼ9年ほど前です。 何かねこう上級の乱に突き進むまでのゴトバインの複雑な思い心情が表れるような歌になっています。人人も、も、し、し。めここまでです。「おし」ですけれども漢字で書くとこのようになります。形容詞です。 惜しいといとうね、この字は書きますけれども、えー、手放しがたく愛着があるというのが本来の意味ですそしてその手放すのが嫌だつらいという気持ちが強いのが特徴です一方の恨めしこれも形容詞ですよ恨みに思われることですね相手を恨む気持ちこの歌この人も惜しい人も恨めしで 切れるんです。肉目の終わりで切れていますので、肉切れです。では、人も惜し、人を愛おしくも、人を恨めし、恨みにも思われる。言葉員が一体誰のことを人と呼んで、このような気持ちを抱いているのか、それはわかりません。簡単に言うと、人を好きになったり、嫌いにもなったりする。 それは男女関係という話ではなくて、人間そのもの、自分がいる社会そのもの。ましてごとば院、言葉陰、陰の位にいる人です。鎌倉幕府の力が強くなる中で、おしにも、恨めしにも感じられたことでしょうね。さあ、続けます。あじきなく、よを思うゆえに、もの思うみ、 は、形容詞、味気なし、思うようにならない、どうしようもないという意味があります。それから、えー、この百人一首の中でも何度も出てきました、物思うですね。物思いをすること、あれこれと思い悩むことでしたよね。味気なく、思うようにならないと、 世を思うゆえに、この世を思うために、もの思うみは、あれこれと思い悩む私の身には。はい、訳が出来上がりました。えー、肉切れである。ことに加えて、この歌の解釈をする上では、文脈が大切です。味気なく世を思うゆえにもの思うみは、人も欲し人も恨めし。 この順番になってていい、いるんです。す、はい。は法が用いられています、えー、簡単にね後バイ院が上級の乱を起こしたこと鎌倉方に負けてしまって沖に流されたことその後都に帰ることが二度となくその地で亡くなられたことお話ししました後バイ院の人も惜し人も恨めしという この言葉の奥を知ってみたいという方は、ぜひ歴史を勉強してみてください。そして、もっとこの時代の和歌について知りたいという方は、新古今和歌集の先進を藤原の佐い絵に命じたこと、沖に流されても、並々ならぬ和歌への情熱を持ち続けて、歌合わせなどを開いたこと、 そして、後鳥羽院と藤原の定いへの関係など、ぜひ調べてみていただきたいと思います。それでは決まり字です。人、も、と読まれれば、よ、お、おの札を取りましょう。人もおし、人も恨めし。味気なく、よを思うゆえに、物を思うみは。 百人一首九十九ゴトバインの歌以上です。